今日はこれから友達とディナーに行ってきます。クリスマスディナーみたいな、ちょっとキャッチアップしなきゃいけないから、キャッチアップしないといけないから、ずっと長かってないかったから、だからこれからディナーに行ってきます。今日これからね、どこに行くかと言いますと、
今日これからどこに行くかっていうと、クリスマスの食料品の買い出しでね、クリスマス2日間だけなんだけど、うちの姉の家族が遊びに来ることになったの。だから、うちの家族を、うちの姉の家族はビーガンだから、ビーガンのものも私がね作るからさ、今回彼らはそうだね、クリスマスイブの、まあ、午後に着く予定なのね、うちに。だからうちの姉ちゃんがさ、うちに着いてから料理し始める時間はないから、もう私が作っちゃうんだけど、なんか彼女にビーガンターキー買ってきてって言われて、なんかターキーじゃないんだけど、ターキーみたいな感じの、もう味のする形の、だけど全部ビーガンの、なんか何ターキーみたいなのが、ホールフーズに売ってるから、それ買ってきてって言われて、で、それは、この間ジーと出かけた時に、近くにいたから買ったんだよね。だからそれ、彼らのメインディッシュはまあ OK としての、まあ一緒に食べれるのはさ、寿司とか、私寿司作るじゃん。で、まあオーソドックスな、何、お決まりのグリーンビーンズとか、グリーンビーンズとかさ、ちょっと出発するで、あと何、ベイクドポテトとか、まあそういうのはさ一緒に食べるじゃん。で、私の家族はみんなお肉食べるから、うちはチキン。お、揺れてるね。そう、うちの家族はお肉食べるから、チキンも買わないといけないしさ。もう冷蔵庫は結構だんだん空になってて、場所のスペースはあるんだけど、うちの冷蔵庫がね、ものすっごい小さいのよ。なんか5人家族にしてはこの冷蔵庫の2倍あっていいんじゃないかなっていうぐらいサイズが小さくって、だからだからね、最後の最後まで行けなかったんだよね。なんか1週間前ぐらいに行ってさ、食料品の買い出しね、クリスマスのディナーの食料品の買い出しする人いるけど、うちもしたかったけどさ、全然もう冷蔵庫にスペースがないもんだから、最後の最後まで待たないとさ、やっぱり場所が作れないんだよね、冷蔵庫の中ので。もちろん冷凍の場所なんてめっちゃ小さいし、しかも私のさ母乳がまだほとんどのスペースを取ってるからだからそう、全然まあスペースがないもんだからラストミニッツになっちゃったんだけど、そう、これからそのクリスマスの食料品の買い出しに行くわけで、そう話してたじゃんか、うちの姉ちゃんがビーガンファミリーと、だから楽しみだよね。多分面白いと思う。なんかよくさ、夏とかもうちの家族と姉の家族集まって一緒に過ごすんだけど、やっぱりうち子供さんにいて姉も子供さんにいるからさ、ね、子供たちの交流のためにもと思って結構まあ会うようにしてるんだよ。で、まだうちらさ海岸の方が一緒だから、東海岸の方だから、まあ、頑張れば車で運転して会える距離だからね、まだ。だから、それで頑張って会える時は会えるようにしてるんだけど、そう、私の家族と姉の家族がこう結構一緒になる時って、まあ、シェアできるものはシェアするんだよ。まあ、それこそ、野菜中心のサイドディッシュとか、そういうのは全然一緒に食べれるじゃんか。ただメインディッシュとかになってくると、やっぱりうちはお肉食べるし、だからまあそういうので、結構あれよ。 OK、 そうだけどね、全然共存してるっていうか、なんていうの、バランス取れてるっていうか、なんか全然うまくやってますって感じなのねもし不思議に思った人は、なんかお姉さんのところビーガンで、のぞみさんのところはお肉を食べると思うけどどうなのみたいな、あれちょっと待って、光がちょっと、そうって思った人、そう、光が、あ、違う、この食べるあれが全然違うけどどうしてんのとか思った人、別に全然一
一緒に食べてるっていうか、でなんかやっぱりちょっとこうビーガン超ビーガン志向の人だと、なんかやっぱり結局さ、私のキッチンから出るものってどれだけそのさ、お肉切った後に野菜切らないとか、そういう風にさ気を使ってもやっぱり気になる人は気になると思うのね。だけどうちの姉は結構年々そういうのが、まあ、安れてったじゃないね、なんていうの、和らいでったっていうか、多分一番姉がビーガンになってすぐの時はちょっと嫌だったんだろうけどでも何年も彼女ビーガンやってるから、なんか多分そこら辺の考え方がもっとこう和らいでって、多分ストレスになっちゃうから、だからもうそういう考え方とかはなしに、なんかまあ全然やってくれてありがとうみたいな感じだからさ、まあ、私はできる限りやってあげたいじゃんか。だってしょっちゅう会えるわけじゃないし、だからしかもやっぱりね、ヴィーガンの食べ物美味しいから、私もたまにお家で作るんだけど、そうやっぱり美味しいの作ってあげたいじゃんか。私料理するの好きだし、人に食べさせるの好きだからさ、そのちょっと前にですよ、うちの娘がさ明日誕生日なわけ。うちの子はクリスマスの生理満ちた日に生まれてきてないんだけど23日が誕生日だから、イブの前日もう彼女の学校でバースデーパーティーをやってもらったから、うちで本当に家族だけで彼女の誕生日の日をやろうと思うんだけど、まださ3歳になるからこうちょっとこう混乱しないように、今日は22日なのね。で明日が彼女の誕生日じゃんか。だから今日なんか例えばこうはぼあなんだっけ風船買ってきたの見せちゃったりとかするとさ、彼女的にはさイエーイみたいな感じになっちゃうわけじゃん。でも今日じゃないんじゃん、明日になんじゃん。だからちょっとこう混乱させたくないから、今日風船とか買うつもりなんだけど、誕生日ケーキとかも、だけどちょっとこう隠さないといけないのねそうで彼女の誕生日プレゼントはもう買ってあるのよ。アイスクリームのおもちゃが欲しいってもう2ヶ月ぐらいずーっと言ってたから、まあ、それ買ったじゃん。あと彼女自分がお姫様だと思ってっから、そのお姫様のドレスとかも誕生日プレゼントであげるんだけど、このさ2日後に、まあ、結局さクリスマスプレゼントがあるわけじゃんか、まあ、だから私は一応ね、今のところやっぱり彼女には誕生日とクリスマスは別々って思ってほしいから、だからちょっとはっきりこう分かるようにひっくるめないでやってあげてるんだけどね、まあプレゼントかさみよね一気にまあでもやっぱりほら一緒になっちゃったらかわいそうじゃんか。だからちょっとはっきりとこう明日は明日で彼女の誕生日でこう大げさにやってので、クリスマスはクリスマスでいとこが来て祭壇にやっての祝ってのクリスマスみたいな感じでやるんだよ。はい、今日がクリスマスで最後の日曜日だから多分ものすごい混んでるなはずよ。すごい人がいるはずよ。朝早く出ようと思ったんだけどさ、やっぱ子供がいるとね難しいよね。それもちょっと頑張って朝早く起きたんだけどね。あーめん、よし行くで。もうこれで最終的にまた、あやばい、これ買わなきゃこれ買わなきゃとか嫌だしさ、絶対嫌だよ。このオーガニックのバナナを買うじゃん。このオーガニックのポテトを2つ買おうか。
イケアのバッグいっぱい入るからね。あとなんだ、何が必要だ。グリーンビーンズ、グリーンビーンズはオーガニックのがいいな。お、キュウリ、キュウリ、これお寿司に入れるからね。1個で足りるかな。2個買おう。2個買います。じゃあグリーンビーンズ欲しいんだよね。これはオーガニックじゃないじゃんか。どこだろう、絶対あるはず。うん、ない。なかったらもうこれ買うけどね。なかったらこの上のやつ買うけど。あ、豆腐、豆腐、豆腐バイト買おう。あ、豆腐バイトを作るから、このこれ3つぐらい、なんかチキンナゲットみたいな感じで、それをちょっと豆腐で代用して。うちのね、キャメロンすごい豆腐好きだし、姉の家族みんな豆腐食べるから、これ。あとこのタイムをお肉に入れるからね。タイムと、あとパセリと、あとなんだっけ、ローズメリー、ローズメリー、 Where's the rosemary? There's no rosemary。トマトと、あとアボカドも、3つしか入ってないのか。 OK、 まあいいや、3つだからそんぐらい買うじゃない。で、お、いやいやいや、そうだそうだ、ライム、レモンをチキンに入れないといけないから、レモン入れるじゃん。1個でいっか。あ、もう1個一応買っとく。2個。あ、oh, sorry。 なんかオーガニックのビーンズ見つけたけど、ちょっと傷んでんね、これ。あ、これは別に大丈夫かな。あ、傷んでんね。もう傷んでたから、このビーンズ買っちゃうわ。あのオーガニックのやつちょっと痛みすぎてたから、一袋でいいかな。これあれじゃん、取らないといけないじゃん。まあいいか、これ一袋でいいね。あとこの子、この子一袋買って、あとこの、これキャベツ、あ、これレタスか、キャベツが欲しい。あ、これしかないか。 OK、 トレジャージョーズで買います、キャベツは。ワインも今回飲むよ。これは安い、すごい安いけど美味しい、モスカートワインだから、これ買うじゃん。サングリアがあった。どれにしようなー。このブランド美味しいんだよね。これにしようかな。安いし外れなしなんだよね、このブランドは。これでいいか。今さ、チックピーパウダーを探してるんだけど、見てこのセクションすごいヘルシーじゃない。なんかすごいさ、カカオパウダーとかプラントベイ、プラントプロテイン、オーガニックのやつとか、こんなあれなんだね、ウォルマートに売ってんだね、びっくり。すごいなんかちょっと、まあバランス悪いけどね、超いい、超ヘルシーなのもあれば、超ヘルシーなのもあれば、なんかすげえ
全然なかったりとか、すげえ偏ってるけど、まあ、あるっちゃあるね。今さ、チョコを探してるのね。バナナにコーティングするやつを探してるんだけど、チョコもさ、ミルクが入ってるとヴィーガンの人はさ食べれないわけよ。で今このインディグリエンス見てるんだけど、チョコレートミルクじゃないから、ただのケインシュガーとオーガニックのケインシュガーとオーガニックチョコレートと、あとココアバターが入ってる。ココアバター、あ、OK だよね。じゃん、あ、これバージニアで作られてんだ。 OK、 しかもオーガニックだからこれにしよう。ちょっとでも心配だから調べてみよう。ちょっと調べてみる。ちょっと待って、もうちょっと待って、これ買ったじゃん、買ったじゃん。ローズマリーが見つからなかったんだよ。キューカンバー、オッケー、キャロット、お、海苔買ってね、やべやべ、海苔買ってね、買ったじゃん。オッケー、そしたらもうちょっとこうピックアップしなきゃいけないものがあるから、次あそこ行かないと、トヨタジョーズ行かないと。で、旦那にグリーンティー買っても、絶対に絶対に買わなきゃいけないのが、鶏チキンだよね。ホールチキン、そう、これを絶対に絶対に、しかも絶対にオーガニックがいいんだ。お肉はなるべくオーガニックがいいんだ。あ、なんで私こっち来たね、なんで私こっち来た、オーガニックじゃないのいっぱいあったんだけどさ、やっぱりお肉はね、最低でもちょっとオーガニックがいいよね。買える、まだ買える範囲にあるからさ、探せば全然あるから、今行ったところは品切れだったけど、探せばあるから、したらやっぱりお肉はオーガニックがいいね。海苔がね、どこで買える海苔？海苔がないよ。フードラインも売ってるかな、海苔。海苔よ。海苔なきゃ寿司作れないじゃん。海苔買って、風船買って、グルーはスライム作るから子供たちが。グルー買うじゃん。あとバースデーケーキ。OK。フードライオン寄るかしたら、あそこの。フードライオンだよ。フードライオン。ちょっと乗りないと死んじゃうよ私。乗り。おやつあった。あった、よかった。ちょっと小さいけど、これ何個入り？オンスってあんた何枚入ってんだよ。んと、あ、10枚、 contains 10 seats だから、え、10で足りるよね。10で足りるけど、とりあえずもう一個買う。もう走り回りたくないからね。これうちの姉の旦那がこれ好きだから、これ買うで。これ買うじゃん、子供たち用に。
これでスライム作るんだけど高くね。よし、次は何だ？次は何？次はフローレンスのケーキ。ケーキを私がお気に入りのカフェで買って、ベーカリーで買って、で、おしまいだ。旦那にちょっと電話して、なんか必要なものあるか聞こうね。I have to stop at the bakery and pick up her birthday cake. Okay. Do you want me to grab something for you? Okay. Anything for the kids, anything they want to eat it. So I'm just running out to Edison and Florence. I'm stopped. Okay. All right. Nothing. Okay. Because we have food in the fridge for lunch. Yeah, I got 48 ham and, No coffee? You good? I think I would stop at Dunkin' Donuts when I'm going towards the outlet. So you don't have to buy any for me. Okay. Yeah, don't worry about my coffee. I'm fine. I need to cut down a little bit too. True. Alrighty. Yeah, don't worry. Okay. Alrighty, we'll see you later. See you later. I love you. Bye bye. You good there? なんかあれかも。なんかさ、結構ラストミニッツショッピングしてるから、ものすごい人だろうと思ってたら、多分人はあれなんだね。もう全然前のうちに買い物してるんだね。人すっげー少ねえし。ちょっとトレジャーズローズがクレイジーだったけど、でも全然人少ない、どこ行っても。このコーヒーショップのジャスティファイドベイクショップ、ここのね、ケーキがすごい美味しいね。あるので選ばないとだな。これがチョコレートムースケーキ、うまそう。レモンケーキタルト、アップルクラムス。これはなんだろう、これキャラメルっぽいね。 This one ココナッツチーズケーキ。 What? That looks so yummy. Hi, I'm looking for my daughter's birthday cake andCan you just write it on the top and say happy birthday, even like this one? I have like a little plaque I can write on. Oh, okay. She's 3, so I don't want to go too sugary. Do you have any recommend? All of their stuff isn't too sweet. Okay. I do like less sugar and more flavor. Oh. Especially the cheesecakes, but I mean the caramel sauce, like caramel is going to make it sweeter. Okay.But the chocolate mousse cake, if she likes chocolate, that one. That looks so good. It's 3 layers of chocolate cake and 2 layers of chocolate mousse, and then it's finished with the butter cake. Oh, gotcha, okay. Chocolate. But this one is like the caramel cheesecake with the oatmeal cookie bottom. And this one has a key lime, it's key lime chard and chopped up. Oh, key lime.
Okay. So pieces of it inside. So it's a little bit of sour? Yeah. Ah. Yeah. Gotcha. And the meringue and the coconut too. Okay. That's my type of cake. I think I go with chocolate mousse, I think. Yeah. Yes. Yeah, that one I can find directly on top. Oh yeah, cool. Okay. It's just the cheesecake ones, but there's something there. Mm-hmm. So I was like, oh, I can do it at dinner. Okay. I can do a four-five food coffee. Yummy. And what would you like for? このバタークッキー超うまい。超うまい。私のコーヒーを作ってくれてます。これでこのソイをちょっと入れる。Yeah。うん、安定の美味しさ。かわいいんだよ。It says Merry Christmas。そう、かわいい。So cute。あ、これ全部切ってあるじゃん。かわいい。これとかもかわいい。かわいい。これも全部クリスマスのやつになってる。かわいい。大丈夫かな？ミッションを完了いたしました。うちお家が4階だから、このワゴンがなかった時超大変だったのね。行ったり来たりして、あの下と上を。だけどこれ買ってからもう一気にさ、バーンみたいな。でカズコ、おっおっそう、あのなんだっけ、カスコ行く時とかはこれ、なんだっけ、そう、コストコ行く時とかはこれにもう娘入れて、でなんか買い物はもうここにバン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 って入れて、そのまま車に持ってってみたいな感じが超使いやすい。すっごいおすすめ。なんかアパートに住んでる人たち、ちょっと遠くのアパートに住んでる人たち超おすすめ。あ、アマゾン、ちなみにアマゾンで買ったよ。